クリスマスキャロル。スクルージの事務所は狭くて寒い。立派な暖炉があるのに、石炭はほんの少ししか入れていないので、温まることなどできないのだ。手が凍えて仕事にならないボブが石炭を取りに行こうとすると、スクルージがじろりと睨んで嫌味を言う。これっぽっちの寒さが我慢できないのかね。スクルージはケチだった。金は山ほど持っているのに、絶対に使おうとはしない。快適な事務所も暖房付きの家もスクルージにとっては無駄遣いなのだ。着るものだって何年も買った試しがないし、ボブに払う給料をあげたこともなかった。人々と付き合うこともスクルージは拒む。飲んだり食べたり歌ったり笑ったり踊ったりのどこが面白いんだ。無駄な金が出ていくだけじゃないか。嘘吹くスクルージと付き合う人はいない。たまに挨拶する人がいてもスクルージは聞こえないふりをするだけだった。クリスマスイブの午後、事務所がある通りはひっそりとしている。みんなクリスマス休暇を取ったのだ。にぎわっているのは商店街で、人々が買い物に走り回っていた。消防に首を突っ込んでいるのはスクルージと事務員のボブだけだ。おじさん、まだ仕事でしたか。いい加減に切り上げてうちに来てくださいよ。顔を出したのはフレッド。町中でただ一人進んでケチンボジジイを訪ねてくるスクルージの甥だ。クリスマスのごちそうを作ったんです。妻も子供たちも待っていますよ。笑いかけるフレッドにスクルージは氷みたいな声で言い放つ。クリスマスなんぞクソくらいだ。ろくな金もないのにガチョウの丸焼きだのプディングだのと贅沢をするなんぞ大間違いだぞ。そんなことを言うもんじゃありませんよ。クリスマスはみんなが心豊かに楽しく過ごす日なんです。お前の説教は聞きたくない。わしは忙しいんだ。帰ってくれ。そうですか。では気が向いたら来てください。メリークリスマス。フレッドは首をすくめて帰っていく。スクルージはふんと鼻を鳴らすと帳簿をめくった。ボブが耳をそば立てる。教会の鐘が鳴るのを待ち焦がれているのだ。鐘が鳴れば仕事はおしまい。家族が集う我が家に戻ることができる。スクルージは事務所に置く時計さえケチった。メリークリスマス、スクルージさん。突然お尋ねしてすみません。やってきた男は勇気を振るって寄付金の申し込み書を差し出した。住む家もなく、食べ物もなく、温まる日さえない貧しい人や病んでいる人たちに寄付をお願いします。お断りだね。なぜわしが怠け者や病人を助けなければならんのだ。福祉は政府の仕事だろうが、わしはそのためにたっぷりと税金を払っているぞ。クリスマスです。優しさを分け与えてくださいませんか。分け与えるものなどどこにもない。怠け者は牢屋に入れて、病人は病院に入れたらよかろう。にべもなく言って、スクルージは男を追い出した。夕暮れが近づいて、事務所はますます寒くなる。ボブの体が震え出したとき、やっと教会の鐘が鳴った。お先に失礼します、スクルージさん。ボブは立ち上がっておずおずと言う。そして、その、明日はお休みをいただきます。クリスマスですから、年に一度だけのお休みを。お前が休んでも、わしは一日分の給料を払わなければならんのだ。クソ忌々しいクリスマスだからな。働きもしない奴のために、わしの金が無駄になる。たったの2シリングじゃありませんか。他の事務所ではボーナスが出るんですよ。
言いたい言葉をボブは飲み込む。もう10年以上も働いているのに、スクルージが給料を上げてくれた試しはない。週に15シリングで家族を養っていくのは大変だが、耐えるほかないのだ。ロンドンはひどい不景気で、スクルージの事務所を辞めたら仕事がなくなってしまう。スクルージが家に戻ったのはすっかり暗くなってからだった。ベッドと椅子があるだけの部屋に入ると、パジャマに着替えて椅子に座る。凍えない程度に火を入れた暖炉の前で、寝る前に銀行の通帳を眺めるのがスクルージの日課だ。誰だ？突然響いた音にスクルージは立ち上がった。聞こえたのは重い鎖を引きずる音だ。部屋の片隅がぼんやりと明るくなって、追いさらばえた男が見えた。マーレーだ、マーレーの幽霊が出た。スクルージの目が飛び出しそうになる。マーレーはスクルージと一緒に事務所を経営していた老人だ。とっくに死んでしまったが、スクルージ以上にケチだった。どうしたんだマーレー、何の用で来た？尋ねるスクルージに幽霊のマーレーは悲しげな顔を向ける。見えるかスクルージ、わしの浅ましい姿が見えるんだな。あんたも遠からずわしのようになるんだ。死んでも安らかにはなれず、体中に鎖を巻かれてあの世をさまよわなければならない。わしが巻きつけている鎖は一つ一つに恨みがこもっているんだよ。わしらから借りた金が返せなくて首をくくった男や、借金の形にとたった一枚の服まで剥ぎ取られた女の恨みだ。わしを脅すのか？脅しちゃいない、忠告するために来た。あんたに幻を見せて心を入れ替えさせるんだ。わしみたいな地獄に落ちないようにな。罪滅ぼしができるのは生きているうちだけだぞ。ついてこいと幽霊が言う。抵抗することはできなかった。幽霊はしっかりとスクルージの手を掴んで歩き出したのだ。ゾッとするほど冷たい手だった。深い霧の中をさまよいながら、スクルージが見たのは何十年も前のクリスマスイブだ。幼い男の子のスクルージが一人ぽっちでガランとした部屋に座っている。そこは貧しい子供たちが預けられる施設だった。父親が養いきれなくなったスクルージ兄弟をあちこちの施設に預けたのだ。クリスマスイブ、他の子供たちには迎えが来て、それぞれの家に帰っていった。どんなに貧しくてもクリスマスイブだけは家族揃って過ごしたかったからだ。誰も迎えに来てくれないのはスクルージだけだった。なんて惨めなんだろう。クリスマスだというのに僕だけが一人ぽっちで取り残されているんだ。スクルージ少年の目に涙が膨れ上がる。もしもいつか金持ちになったら、ロンドン中の貧しい子供たちを集めてクリスマスイブのご馳走を食べさせてやろうと、その時のスクルージは心に誓ったのだった。みんなが優しく幸せになれるのがクリスマスなのだ。寂しさで泣いている子供がいてはならないとも思っていた。ドアが開いたのはスクルージが涙を拭おうとした時だ。お兄ちゃん、スクルージお兄ちゃん、お迎えに来たのよ。叫びながら入ってきたのは妹のファンだった。私の家に行きましょう。お父さんやお母さんと一緒にクリスマスイブを過ごすの。
私一生懸命にお願いしてお兄ちゃんを迎えに行くお許しをいただいたのよ。ファンは子供のいない夫婦に引き取られていたけれど、スクルージお兄ちゃんを忘れたことがなかった。いつも穏やかで思いやりを持っていた妹なのだ。再び幽霊に導かれていきながら、スクルージはファンを思い出していた。小さくて体が弱いくせに働き者だった妹は、結婚して子供が生まれるとすぐに死んだ。ファンの子供がフレッドなのだ。おおらかで元気で、どんなに冷たくあしらわれようとケチンボジリーを思わずにはいられないフレッドの優しさは、ファンから受け継いだものかもしれない。スクルージの胸の奥がほんの少しだけ暖かく湿った。幽霊はどんどん進んで裏通りに入った。スクルージが見たのは小さいけれど暖かそうな家だ。明かりを灯した居間にボブの家族たちが集まっていた。奥さんと4人の子供たちがクリスマスイブのご馳走を作っている。結婚したボブの娘も帰ってきたし、ティムもいる。ボブは6人の子持ちで、一番下のティムは生まれつき足が悪かった。さあさあみんな、テーブルについて。奥さんが言うと、家族たちがテーブルを囲む。松葉勢をついて歩くティムを兄弟が抱いて椅子に座らせた。本物のガチョウだ。丸焼きだよ。プディングもあるし、ジャガイモもいっぱいある。小さい子供たちが叫ぶ。食べる前にお祈りをしようね。ボブが言い、みんなが目を閉じて手を組み合わせた。いつもの祈りに加えてボブがつぶやく。スクルージさんにも良いクリスマスを。なんだってケチンボジジイのために祈るのよ。大きな娘が唇を尖らせた。たったの15シリングで父さんをこき使っている人じゃないの。大金持ちなんだからもっとお給料を上げてくれることだってできるのに。そんなことは絶対にしない。お給料が上がればティムを病院に連れていくこともできるし、もっと大きなガチョウを買うこともできるわ。そんなことを言ってはいけないよ。クリスマスじゃないか。ボブにたしなめられて娘はうつむく。眺めているスクルージはため息をついた。固くなな心が溶けようとしているのがわかる。でもどうしたらいいのだろう。暗く冷たい闇に包まれてスクルージは身震いした。目の前に広がるのはよく知っている光景だ。鉄でできたベッドと木の椅子、窓にかかっている使い古しのカーテン、壁に吊るしたくさびれたスーツ、ベッドを包んだ毛布にも見覚えがある。わしの部屋だ。間違いなかった。毛布をかぶっているのはスクルージだ。死んで冷たくなっている。とうとうくたばっちまったよ。ケチジジイにぴったりの最後じゃないか。見守ってくれる人一人いなかった。死ねばこっちのもんさ。何をされようがわからないんだからね。ケチもこれまでってもんだ。いやしい笑い声を上げて入ってきたのはカッパライ。死人から物をかすめ取る最低の奴らだった。スクルージは床に転がされて、ベッドも椅子も持ち出されていく。カーテンは剥ぎ取られ、スーツも盗み出された。毛布が剥ぎ取られ、パジャマに手をかけるカッパライに、スクルージは頼む。やめてくれ。死人を裸にするなんて無謀すぎる。
せめてズボンだけは履かせておいてくれ。みっともないじゃないか。死んだ奴にみっともないもへったくれもあるもんか。お前は一人ぼっちで死んで、誰にも知られずに干からびていくんだよ。葬式をしてくれる人もいやしない。かっぱらいどもが勝ちどきをあげる。ごつくばりのケチじじいが死んだぞ。喜べ。スクルージから借りた金を返す必要はなくなったんだ。死んだ奴に借金の取り立てはできないからな。夜が明けていた。カーテンの隙間から清らかな光が差し込んでいる。スクルージは椅子に座っていた。部屋は氷のように冷え切っていたけれど、ほのかなぬくもりが感じられる。スクルージの魂の芯から湧いてきたぬくもりだった。よかった、よかった。わしは死んではいなかったんだ。償いをする時間はまだ残っている。スクルージはマーレーに呼びかけた。ありがとうよマーレー、よく出てきてくれた。わしはこれからお前の分まで償いをする。心を入れ替えて、お前もわしも天国に迎え入れられるような行いをするぞ。さびれたスーツに着替えると、スクルージは街に走り出た。商店街は朝から活気づいている。スクルージは人々に混じって肉屋に入っていった。あれを届けてくれ。届け先はボブ・クラッチットの家だ。誰が送ったかは内緒にしておいてくれ。スクルージが刺したのは店で一番大きなガチョウの丸焼きだ。あっけに取られている肉屋にガチョウ代を払い、運び賃も渡すと、スクルージは晴れ晴れとした顔で言った。クリスマスの奇跡が起こったんだよ。ケチジジイのスクルージは生まれ変わった。肉屋を後に歩き出したスクルージが見つけたのは、寄付を頼みに来た男だ。ちょうどよかった。寄付をしたいと思っていたんでね。男が目を丸くする。スクルージが差し出したのは、町中の貧しい人や病人を救っても余るほどの金だった。その上にスクルージは言ったのだ。これからは毎月寄付をさせていただくことにした。わしが生きて働いている限りはずっとだ。男がどんな顔をしようが、スクルージは構わなかった。楽しくてたまらなくなっていたのだ。12月26日、町は静かだった。クリスマス休みに入ったのだ。ほとんどの店が閉店の看板を入り口に吊るしている。開いているのはパン屋と肉屋だけだ。人々の暮らしに欠かせないものを売る2つの店も午後には閉まる。スクルージは事務所に着くと、暖炉が真っ赤になるほど石炭を入れた。やがて現れたボブが上着を脱いでいるスクルージを見ておどおどする。すいません、スクルージさん、10分遅刻してしまいました。肉屋に寄っていたものですから。それで突っ立っているスクルージの前でボブは真っ青になってしまった。遅刻した上に無駄なおしゃべりをしているのだ。すぐにもクビにされるぞ。苦虫を噛みつぶしたようなスクルージの顔を見ればわかる。昨日の朝、とんでもないことが起こりまして、送り主不明のガチョウが届いたんです。見たこともないくらい大きなガチョウの丸焼きで、子供たちは大喜びで走り回りましたが、私には訳がわかりません。昨日は忙しかったので、今朝一番に行って肉屋を問い詰めました。どうせクビになるのなら
喋りたいだけ喋ってしまおうとボブは思った。ガチョウがどれほど大きく、子供たちがどれほど喜んだか。家族揃ってお腹いっぱい食べられたことがどんなに幸せだったか、話さずにはいられなかったのだ。いくら聞いても肉屋は送り主を教えてくれません。クリスマスの秘密だと言うんです。そうか。スクルージはうなずくと重々しく言った。お前の仕事はおしまいだ。さっさと家に帰れ。やっぱり首か。ボブはそれが最後のつもりでスクルージを見つめる。奇妙なことにスクルージの目が輝いていた。意地悪く結ばれていた唇が今にも笑い出しそうに震えている。言い渡すことがある。今日からお前の給料を値上げする。長い間こき使った埋め合わせにボーナスも出そう。これでティムを医者に見せて歩けるようにしてやってくれ。ずしりと重い金貨を渡されて、ボブは思わず頬をつねった。夢に違いないと思ったのだ。さあ帰ってくれ。仕事は明日からだ。わしもフレッドのところへ行ってゆっくり過ごすことにする。スクルージはボブの肩を叩くと大声で言った。メリークリスマス。ボブはスクルージの手を握りしめると答えた。メリークリスマス、スクルージさん。最高のクリスマスをありがとう。